一番リズム狂ったわ今までで。なんか途中若干迷子になった。うん、迷子になった。あの音程を弾く方がいつもよりなんか入り込めちゃって、あ、なんか来てるかもしれないってなった途端にもうリズムが死んでた。はい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 、わかるしかないわそれ。わかるしかない。両立すんのがクソ難しい。今まではコピーとかするときは自分の中で1本の時間軸だけあれば、これを A を弾いたら B を弾く、 B を弾いたら C を弾くっていう時間軸だけだったけど、アドリブやろうとすると自分の弾いてるのとは別にリズムとかコード進行も裏で考えとかなきゃいけなくて、それがめちゃくちゃむずい。どっかに集中しちゃうと他が飛ぶよね、うん、飛ぶ。入り込みすぎない方がいいのかな。そうだね、ただそれが難しいよね。めっちゃむずい。くーいいフレーズだーって思いながらも、うん、どこか冷静でいる自分。そうそうそうみたいな、うん、もうちょっとできるんじゃないかっていう気持ちもあるよね。もある。たださ、なんか多分だけど今日はもう我ら体力の限界、うんうん、なんか多分その集中力の限界が決まってて、今はアドリブを弾く方に集中力を注ぎすぎた結果コードが多いな、テンポが多いなくなった、うんうん、で多分何回やってもどっちかに集中してどっちかができないってことになるんだと思う、うん、だからそこは練習だよね多分、うん。まあ、でも今回やりたかったあのコード進行上でオルタードをやるとかは若干できて、はい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 、うん、でも多分本当はオルタードやっちゃいけないところでやっちゃったことも何回かあったんだけど、うん、なんなら、うん、あのオルタードが聞こえてきて、あ、私もやろうあ、そうやってたよね一回あれ絶対真似しただろうって。らしい、うん、私はね、なんか、うん、コードとはにない音が入ってるのは、うん、そのポイントになるから、うんうんうん、それを入れるっていうのをねちょっと意識した。 C7 のやつ。そうそう、 C7 とかこの音、うんうん、あとはコードとにない音、ダイアトニックコードか、うん、にない音が入ってるのは、うん、ちょっと強調するといいよみたいなのがあったから、うん、っていうのはやれた。またちょっともう一回やろう。うん。